10月24日旗揚げ記念シリーズ後楽園ホール大会におきまして行われます世界ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者青柳敦樹対王者岩本浩二、こちらの一戦の会見を始めさせていただきます。それでは両選手意気込みを聞いていきたいと思います。まずは挑戦者青柳敦樹選手意気込みのコメントをお願いいたします。はい、正直な話、昨日の前哨戦があるまでは初挑戦ということでちょっとプレッシャーやストレスでちょっと何をしたらいいかなと思い悩んではいたんですけれども、昨日チャンピオンの岩本さんと対峙してやらなきゃいけないことっていう課題などをはっきりすることができたかなと思ってますので、タイトルマッチまでにその課題をクリアしてベルトを巻きたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、世界ジュニアヘビー級王者岩本浩二選手意気込みのコメントをお願いいたします。はい、チャンピオンとしての戦いをします。そして、世界ジュニア王者というものがどれだけ壁が高くてどれほど過酷なものかというのを、前哨戦含め、熱気に味わってもらおうかなと思います。以上です。でもさ、昨日の前哨戦通じて、はい、挑戦者として敦樹選手の勢いっていうのをいくらか感じることはできました。そうですね、まあその気持ちの面でやっぱ最後まで途切れなかった、まあ、試合が決着しても最後まで途切れさせなかったっていうのは、僕は評価したいなと思いますね。よくね、試合の中でやれって、まあ、昨日のコメントでも言ったんですけど試合の中でやれって言う人がいますけど、僕は全然昨日の姿勢は大好きですね。はい、技とかそういった面ではいかがですか。まあそうですね、まあ、まあ多分普通に行っちゃっても勝てないと多分彼本人も分かってると思うんで、まあ、何か隠し持ってるんだろうなっていう気はしてますけど、まあ今彼が出してるリング上で出してる技の対策っていうのは、一つの技に対して何種類も、用意してますし、今後、ね、24日までにも増えていくでしょうし、僕はさまざまな対策を取っていこうと思うので、決して、ね、ただ、2年にも満たない若手だと思ってね、舐めてかかるつもりは一切ないので、挑戦者としてしっかりと僕は徹底的に研究しています。敦樹選手は、まあ、今回その初挑戦に向けてその今言った課題なりっていう部分で何を一番こうクリアというか磨くべきところだと思いますか。そうですね、その前回の後楽園で僕のハンドスプリングエルボーっていうのを、まあ、潰されてしまったっていうのがちょっと僕の中で衝撃だったので、まあ、そういうところをさらに僕が上に行こうかなっていうふうのを昨日感じれたので、前哨戦ができてちょっと良かったなっていうのは思ってますね。まあ、正直下馬評ではおそらく敦樹選手が勝つと思ってる人の方が多分圧倒的に少ないとは思われるんですけども、それを覆せるだけの自信っていうのはどうでしょう。そうです、僕のフィニッシュのファイヤーバードがヒットすれば間違いなく3カウント取れると思ってますね。なのでそこにいかにつなげるかっていうのをこの間に考えて実践していくわけですね。でもさ、今敦樹選手が言われたそのファイヤーバードはまだ食らってはいないですけども、はい、あの技についての対策も当然できる。そうですね、取っていかないといけないですし、それこそ今敦樹が言ったようにそれまでの過程の部分ですよね。過程の部分さえ潰しちゃえば、ファイアバード出せないっていう状況なので、今これ言ったの結構ね、僕の戦略のヒントになると思うんですけど、はい、なんでそこまでの過程を徹底的に潰しちゃえばその結末にはたどり着かないんだろうなと思ってますね。でも本当にね、佐藤光選手から取ってるわけなんで威力はね、もう誰が見ても分かると思うので、うん、絶対出させちゃいけない技っていうのはね思ってますしね、十分警戒してますね。